こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。なんかショートメールばっかりですね、アップして手抜いとんかと思われるので、本来まあ漢詩を読むということがこのサイトのですね、目的なので、今回は漢詩を読もうと思います。選歌詩ですね、に載るですね、詩を紹介します。このくらいかな、もうちょっと近づけるか、はい、ですね、詩題はですね、打球図と球を打つ絵ですね。超越詩とですね、いう人の作です。七言絶句ですけどもですね、いつも紹介しているようにいいですね、まず4、3で切れて、上4は2、2で切れます。下3は考えるんですね。白昼開くやからな、これね。玉を打ちて変えるやから、これね。ね、緩急という人の名前ですね。簡素、これは、まあ、いさめる文章ですね。ですから、これですね。ということで、ちょっとこれ、あれやな。インクがなくなったな。打球図ですね。超越詩と。これ、節じゃなくて、これ、越なんですね。まあ、人名の時は越と読みます。宮殿の専門ですね。白昼開き。三郎をですね、沈睡して。玉を打ちて。変えるとポロなんですかね、これね、玉を打つって、ちょっとわからないんですけど、まあ蹴鞠なんでしょうか、ちょっとわかりません。宮霊、これあの人の名前ですね。超宮霊ね、超宮霊、すでに老い、まあ現代から伝えしますね。緩急、これも人の名前ですね。死せりと。明日、まさに、いいですね。簡素の、来たる。なかる。でした。ですね。まあ、遊び放けてるということなんでしょうかね。それをいさめる臣下もいません。ですから、まあ、わがまま勝って君主はし放題という、そういう、ですね、遊び放けてるというですね、そういうことをですね、まあ、読んでるんですね。玉を打つの図ですね、超越し、宮殿の専門、白昼開きと。まあ、普通は閉じてるんやけどもですね、開きっぱなしと。そうですね。三郎というのはですね、元宗ですね。唐の元宗です。ね、これ固有名詞ですね。沈睡してと、大いによって玉を打ちて帰るとですね。ポロなのか、蹴鞠なのか知りませんが、それをですね、遊びほうけて、ですね、戻ってくると。ですね。というですね、まあ、玉を打つですね、図の、に書かれていることをですね、まあ、描写してるんですね。で、三四句はですね、超越詩のですね、まあ、見解でしょうか。超、宮霊すでに老い、緩急しせりと。ね、
名臣下であるですね、大臣であるですね、長久令も官久もですね、もう、年を置いたり亡くなったりしてですね、まあ、諌める人はいないと。明日まさに簡素の諌むるそのですね、来たるなかるべしとですね、明日もですね、諌めるですね、文書なんて、来るはずもないからですね、また遊べるわと、そういうふうにしています。ですね、この詩はですね、超越詩というのはですね、北宋の後半ですね、まあ南宋になってすぐに亡くなる人なんですけどもですね、これは何を読んでるかというとですね、まあ北宋の最後の皇帝は、誰だったっけな。最後から2番ですね。基礎。まあ、この人が、まあ、北宋を滅ぼした張本人だと言われてますが、基礎皇帝が、ですね、まあ、ですね、政治に見向きもせずにですね、遊びほうけてるということをですね、まあ、党の元素を使ってですね、まあ、ですね、皮肉ったというか、ですね、批判したというですね、そういう詩だと言われていますですね。まあ、現政権のことはですね、批判できないので、昔のことを、故事をですね、取り出して、今の政権を批判すると。そういう内容ですね。打球図ですね。宮殿の専門白昼開き、三郎沈水して、玉を打ちて帰ると。旧礼すでに追い、寒休しせり、明日まさに、簡素の来たるなかるべしと。そうですね。いうことで、多いんですけども、ですね。一句目、二句目、四句目の最後の字ですね。海、海、来。これが、ですね、韻を踏んでます。そして、標速ですけども、二字目、これ、ディエンですね。速、面、表、長、速、乱、表、醉、速、秋、表、林、表、老、修表日速無表。これはシューというふうに読みますけどもですね、もう一つこの諌める文書のことはですね、シューと四声になりますので、これ速なんですね。ということで、ですね、綺麗に二四不動二六対になっていて、二字目とあ、ごめんなさい。一句目と二句目が裏返しですね。それから、二句目と三句目はひっついてる。つまりは、一、二句と三、四句がちょうど裏返しの関係になるというですね。そういうふうになっています。最後に、北京語で朗読しましょう。だ、ちゅうと、朝ゆえじ、宫殿前面、白昼开，三郎前醉打酒回。九龄已老寒羞死，明日应无见树来。宫殿前门，白昼开，三郎前醉打酒回。九龄已老寒羞死，明日应无见树来。ですね。まあ、東大はね、結構、現政権の批判をした、東なんかはね、いっぱいしてるんですけども、総大になるとですね、現政権をこう批判するとですね、首が飛んでしまう。そういう恐れがありますので、ですね、はっきりと批判はできない。ということで、こういうふうにですね、わかりにくくですね、現政権を批判していると、いうことになります。今回は以上です。最後までご視聴
ありがとうございました。